こんにちは、トランペッターの野と申します。皆さん元気しておりましたでしょうか。僕はですね、年末年始、まぁ、ちょっとバタバタ、ミーシャさんでね、紅白をね、出場させてもらったりとかですね、藤井風さんとの、コラボのやつなんですけれども、まあ、ちょっとだいぶ前なんですけどね。あとは歌舞伎のね、中村獅童さん、中村勘九郎さんとか天日坊っていうね、舞台に立たせて、もらいましてですね、すごく充実した、まあ、動画上げれてない期間、すごく充実した、日々を過ごさせてもらいました。でちょっとした充電期間を経て、また、随時また動画の方もね、精力的にやっていこうかなと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録など、してもらえるとなと思います。またね、またその舞台裏とかはね、お話できたらいいなと思っております。それではですね、まず、いきなりなんですけれども、So What っていうね、マイルス・デイビスの、曲があるんですけれども、それを、サクッとまず基礎からやっていきたいなと思います。まあ、いろんなねスケールは使えるんですけれども、とりあえずまず、ジャズわかんないとか、ジャズ初めてやりますっていう方に向けて、簡単なところから、教えていこうかなと思います。まずはですね、この曲はですね、 D のドリアンっていう、まあ、トランペットでミから始まる E ドリアンというねスケールがあるんで、まあ、ちょっとそれ貼っとくんですけれども、その、スケールでアドリブをしていきましょうということですね。で、まずそのスケールを吹いていきます。ミファシャプソラシドシャプレミ、これが使います。でいきなりこのスケールで演奏すると、まあぐちゃぐちゃとりあえずやればいいやっていう感じになって、あんまりメロディックに聞こえないので、まず最初僕がおすすめするのは、1番目の音と3番目の音と5番目の音を、だけで縛ってやってほしい、ね。で、この曲の譜面はですね、まず最初 Dm8 小節を2回で、半音への E フラットマイナーセブンスを8小節1回で、また D マイナーの、8小節っていうような、まあ、簡単な進行になっているんで、間のまあちょっと E フラットマイナーをまあちょっとアドリブ的に僕させてもらいますんで、まず、皆様にやってもらいたいのは、D のマイナーで、まあ、トランペットで E マイナーで、さっきの教えたスケールの1番目と3番目と5番目を抜粋して味噌し、でこれもっと上に行ってもいいし、じゃあこれでちょっとやっていきましょう。いきます。はい、こんな感じでございます。どうでしたでしょうか。まあちょっとね、癖で1個だけ使ったんですけど、それ以外はミソシを分散させて使っております。次はですね、それに1個足します。ミソシレ、これはですね、D マイナーセブンスっていう和音になります。 D マイナーセブンス、それなんでかというと7番目が加わる。さっきは1、3、5だったんで、さっきは D マイナーだったんですけど、今回は D マイナーセブンスっていうのを使います。じゃあいきます。
どうですかね。ちょっとこうカラーが増えたはずです。まあちょっとね、実際拭いてみて、感じることの方が多いのかなと思います。で、次はですね、スケールをここでやっと使います。はい。まあとりあえず下から上がったり下がったり。感じです。ちょっとこうカラーのバリエーションが増えてきたんじゃないでしょうか。それではですね、すべてを、今さっきまずは135の和音、次は1357の和音、次はこう横のねライン、まああのスケールを使ってやったと思うんですけど、それ全部ミックスします。みたいな感じですね。とりあえず、たくさんやっても仕方がないというのが、トランペットの、まあ、ジャズの基本かなと僕は実は思っておりましてですね。一気に全部をやろうとするとパンクして結局何にも手に入らないまま終わってしまうっていうのはもうほとんど、結構生徒さんとかで困っている方が、たくさんいると思うので、確かにたくさんいろいろやれるんだけれども、やれる技術なんだけれども、ちゃんと自分で一音ずつ聞こえているかっていうことが、まずは基本だと思うので、まずは、まあ、パターン1、パターン2、パターン3みたいな感じで分けて練習するということを、おすすめしたいなと思います。これがまず、ソーワットの基本編です。基本編。なので、まだ使える音っていうのは実はたくさんあるんで、僕まだ吹いてないんですけれども、普段ね、ライブとかで使うときはもうもっといろいろやってるとは思うんですけれども、ぜひこれをやってもらえると楽しくなるんじゃないかなと思います。それではね、チャンネル登録とか、PDF とかもね、ノートで上げてますので、ぜひ、見てもらえると嬉しいなと思います。それではまたありがとうございます。